everyone. It's me, Yuko. Thank you for watching. はい、本日はですね、日本人が苦手な頻度を表す、まあ、英語、まあ、表現ということでですね、本日はこちらの表現を一緒に練習していきましょう。なぜ日本人が苦手かということで、なぜかっていうと、rarely、これ使ってますか ？Rarely、めったに何々しない。はい、まあ、ほぼしない。まあ、これはしないってことなんですけど、まあ、何が言いたいかっていうとですね、こう日本語って否定にするときですね、否定、まあ、今回もめったに何々しないよっていうとき、やっぱないっていうこの否定の言葉を表す、ね、こう言葉を、まあ、絶対使いますよね。はい、しないのではなく、めったにっていう、まあ、何でしょう、これ副詞ですかね、めったにっていう言葉を入れて、まあ、しないよ、ほぼしないよ、はい、っていうことなので、どうしても何々ないっていう否定の意味があると、私たち not、 そうなんです、こう not をやっぱりこう使いたくなりますよね。だけど英語ってここがなんかちょっとややこしくて、なんか面白いなって思うのは、否定の意味があるけれど、not だけじゃないってことですね。だからこの言い方ちょっとですね、意識しないと最初頭がこんがらがると思うんですね。私はそうでした。こうめったに何々しないっていう時、not と rarely をこう合わせて使ってしまったり、でも合わせることはできません、こう2回否定の表現が入ると、まあ、ややこしいというか、ちょっとこうそういう言い方はないので、はい、めったに何々しないっていう、まあ、時ですね、まあ、とにかくこれも自分ごとに置き換えて、やっぱりこう例文をですね、どんどん作っていくことですね。そういう、まあ、とてもシンプルで地道なやり方がやっぱり一番結局早い道だってことですね、この表現をマスターする。はい、では今回私がめったに何々しないやり方、しないこと、こうですね。 I rarely go back to my hometown。 はい、ということで、まあ、自分の、まあ、地元ですね、出身は千葉なんですけど、まあ、千葉には、まあ、私が住んでいるところと車で1時間半なんで、もう日帰りでもね、行けるっちゃ行けるんですけど、めったに帰らないですね。ゴールデンウィークと、お盆と正月という感じになっております。そんな感じなので、1年に3回だと、まあ、私の中ではめったにしないかな。 I rarely go back to my hometown、という感じですね。あとは、今私 go back っていうふうに go、 一般動詞を使ったんですが、be 動詞の時も全然使えます。 He's rarely hungryということで、彼はめったにお腹が空かない、うちの息子たちとは反対ですが、まあ、そういう人もいますよね。あんまりこうお腹空かないっていう人、まあ、羨ましいですが、といった感じで、まあ、B 動詞、でも使えます。はい、でこれ not を使っていない否定の表現であるので、言葉のこう位置ですねは、本来 not がある場所にこの、副詞が入るわけです。はい、なので一般動詞だったら一般動詞の、前直前になるし、 B 動詞を使うんだったらその B 動詞の今度後になります。はい、あとじゃあ次、はい、 hardly ever ということで、 ever ちょっと前の動画で強調なんですよっていう、いうふうにお伝えしました。だから強調っていうのがすごくわかるんですよね。ほぼゼロ、0%、ほぼ何々しないってことですね。こっちはめったになので、こう確率的には 20% ぐらいの感覚なんですけど、 hardly ever はですね、ほぼ何々しないってことで、私的にほぼ何々しないこととか、なんだろう、
って、思い出したらありました。I hardly ever go jogging ですね。Go jogging。ジョギングは本当に本当にほぼ 0% ですね。3年に1回ぐらい、なんか周りの親しい人たちが最近走ってるんだっていうのを聞いてちょっとやばいと思って走る。3年に1回ですね。だほぼしないという状況です。そして My sons hardly ever do the dishes。 お皿洗いませんね。彼らはほぼしない状況です。めったにしないの方がいいんですけどね、そういうのがあります。なのでこうやっぱ自分事として考えて例文作るとやっぱ楽しいので、そういうので何回もこう作って、こう徐々に徐々にやっぱ腑に落として、言ってください。はい。そして Never はですね、 Never と聞くと私たち今までに一回もないっていう現在完了形とのセットで使っている方がほとんどなんですけど、頻度でも使います。 0% つまりしないってことで、not と同じなんですけど、 never はですね、全然しない、全くしないと言ったような、やっぱちょっとこう強調する、ニュアンスが含まれます。 I never smoke。 私はもう全く、タバコ吸いませんという感じでですね、 I never smoke というふうに言ったり、あとまあこう B 動詞で、使っても全然ありですね。まあどれもそうなんですが、 B 動詞で使うと She's never kind。 She's never kind。 はい、優しい時、親切な時がもう一回もない、全くない、どんな人なんだって思うんですけど、まあちょっと例文を作ってみました。 She's never kind。はい、といった感じで、頻度の場合も never は使う。まあ not と同じような、同じ意味なんだけど若干ちょっとこう強調しています。 don't とか、is not、 am not より、はい、強調した表現になっております。まあなので、まあ、never は何々しないっていうそのこう、ニュアンスは分かるし使っている方は思うので、まあ、Never よりもですね、これですね、この Not じゃない、しないないっていう否定の意味がこうすでに含まれているパターンですね。これらをですねちょっとこう積極的に例文作って、実際の会話でバンバン使ってみてください。はい、ということで、Thank you for watching。 ちょっと今回は日本人が苦手なんですが、もう使い方は分かったと思うので、もうこの動画を見た後はもう克服できているはずです。はい、ということで、気に入ったっていう方、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。 Alright, have a good day. Bye.